あーすごいかわいい。何これ、前なかったんちゃうかな。あーそっか、オペラ座のそのオペラの公演様子みたいな感じ。こっちはダンスしてるやん。ほんまやな。はーい、皆さんありがとうみたいなそんな感じやんな。へえ、嘘。あ、ほんまや、かわいい。ヒヨンってなってる。知りませんでした。あ、めっちゃあるやん。ずーっとある、ずーっとありますね。ここ撮影、あ、ほんまや、撮影してはる。何のやつ。1月1日から31日まで。あ、猫ちゃん動いてなさそう。ギャラリーできるんかな。どうなのな。すげえ、お魚のデザインや。ほら見て、こっちも。てか魚やな。魚のチョコレート、不思議。かわいい、ほら。え、これ絶対あるやんな、エッグ。ほんまや、卵をイメージしてる。何の日やったっけ。イースター。イースターのあれかな。イースターに合わせてるんかも。おー、ありました、あやちゃん。並んでるね。マシアビデオ。おー、秋のパンでーす。めっちゃ混んでた。食べられてたね。うん。でも、うおーって終わったね。な、ちょっとやっぱ遅めに来たからさ、そのカットしてない食パンを売ってなかったな。カットしてないかもよ。あ、でも売ってるんか。あ、売ってるって、もうないねって言ってた。そうなんや。うん。いいやね。人気でも買えましたよ。買った。何買った？ね、メロンパンも買いました。ほら、あー、日本のメロンパン。美味しそう。あったかい。でもこれ全部で10ユーロってそんなに高くない？うん。きなこツイスト。きなこ。あー美味しそう。で、あとは食パン2つ。2つ買いました。はい。はい。じゃあちょっと散歩したら家帰って食べてみようか。行きましょう。いや、あいつすごい人気やったね。なあ、めっちゃ列なってたからびっくりした。うん。初めて行った。なんかもっとゆっくり見たかった。そう、ゆっくり見られへんかったな。うん、やっぱもっと朝一とかに行く方が良かったね。確かに、うん。ちょうどお昼時やったからみんなランチでおにぎりとか買ってたな。おにぎり買ってた。おにぎり食べるんやな。わあすごい。みたいな。何やろ。何屋さんやろこれ。美容室じゃないんでも。あ、美容室や。うん。服装もすごいな。服もあの、キラキラしてるの。不思議な服。反射するやつ。面白いコンセプトやな。あ、久田さんちゃんここ。うん。ここはチーズ屋久田さん。あ、そうなん、知ってるの。うん、あの日本でもフランスでも有名なチーズ屋さんやって、美味しいチーズがいっぱい。何回か食べたことある。確かに。めっちゃ美味しいで。美味しいよな。うん。私も食べたことある気がする。な、見てここ。プチプチパッサージュ。もや。おお。すごい、こんなんあったら知らんかった。あれやん、ジブリみたいなあ。扉開けたらすごい違う世界でさ。でてて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 。あ、そうそう、そんな感じ。って感じ？うん、今のよかった。よかった。その前はひどかった。忘れた。どうねって忘れてな。それすごくない？え、うわ、何これ。
何この黄金の建物。ティアトルやって。ティアトルか。うん、ほら。ティアター、パレロワイヤルやって。初めて見た。パレロワイヤルの裏側や。前ね、あの散歩動画を出した時の、ほら、もうパレロワイヤルやった。何や、パレロワイヤルよかったんや。美しい。綺麗。めっちゃ綺麗。ビストロって書いてるわ。あ、ビストロビビエンヌやって。あ、ここはあれやん。あれやん、パッサージュビビエンヌの、ギャラリービビエンヌって言うんかな。入り口のとこなんじゃん。わー、すげえ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 。うお。来た感じ。ああ、これも見て。そう、これすごいよな。かわいい。おしゃれ。でも段ボールなんやねんて。そうそう、段ボールやな。下にブティックもある。わあ、光が綺麗。はい、わあ、綺麗。じゃそこへじっとしといてな。映画やった。この下のタイルがめっちゃ可愛いな。こっちも綺麗やもんな。こっち向きも綺麗。なんかどこ見ても綺麗やねんけど、どういうこと？これは綺麗。すごいな。綺麗上。こっちも道になってんやこれ。気持ちいいとこやな、ここ。このな、思ったのがさ、この一個一個さ、住所が載ってねえけど、住所のこれがまず美しい。わあ、こっち向きも綺麗な場所やで。めっちゃ綺麗。ああ、美味しそう。美味しそうなパンやね。モアイ。わ、めっちゃ光きれい。わあ、上もこれまたきれいやね、ここ。ここをうちなってんやね、じゃあ。2分だけ。ない。ないな。でも意外と暗いな、中は。でもさ、家ここやったらさ、絶対パッサージ通るんやろ。素敵やな。すごい日々やな。あ、見て、あやちゃん、この階段。この階段、住んでみたい階段や。すごい。素敵や。わあ、ここ言えないな。うわ、何ここからお店、すごい。こっちもない。キラキラや。このお店見て、あやちゃんここすごいな。いや、お花
花も可愛いね。いけそう。わあ。すごすぎる。あ、でここはあれなんや、子供のおもちゃ屋さんなんか。道の名前が載ってるね。わあ、何ここのカフェ。上がさ、鏡やから上めっちゃ広く見える な揺れてる。すごい素敵。うわ、かわいい色味。いい色味やな、ここの。すごい。なんかあれやな、あんまりたくさん全部行ってないからさ、得した気分やな。ゆっくりゆっくり楽しんでるわ、パリを。まだまだ。あ、じゃあなんかすげえ大きい荷物が増えてますが。ただ買いました。ただ買いましたか。ほんで、今座ってるのはタピタピー。タピオカ買おうとしてる。そうやね。実はあの全然違うパスタージュに今来てまして、以前のな、以前行ったパスタージュのところに画材屋さんがあったから、そこ寄ろうって言って。画材屋来たんで。で、あれやな、これも買え。あ、もう持ってきてくれた。メッシー、おしゅねおばー、おばー、シシあったかい？タピオカってあったかにいけんねんな、知らんかった。意外、しかも黒、かわいいな、真っ黒。うん、熱い？うん、飲みやすい熱さにしてくれるの。あ、やっぱ調整してくれんねんな、さすがやな。うん、おー、パッサージュといいね、雰囲気が。何？タピオカ飲み込んだ。噛むんじゃないん、タピオカって。タピオカ飲んだ。美味しいな。うん、なんかタピオカ甘いからちょうどいい。行きましょう。またね。アラポッシン。いいね。はい、すごい、ほんまにメロンパン初めて見たパリで。美味しそうやんな。めっちゃ美味しそう。いや、もうきなこパンがあってめっちゃ感動してんけど。ほんまやんな。じゃあいただきまーす。うん、ほんまや。うわ、めちゃくちゃ日本の食なぁ。うん、毎朝思い出すわ、日本の。うん、まんまやな。まんま、うん、懐かしい。行ってきまーすやな。うん、なんか中が結構ふかふかやな。うん、空気がいっぱい入ってる感じ。確かにこっちの方が日本っぽいかも。うん、でもパンジュミキャレ、キャレパンジュミさん、うん、もう普通に美味しかったから、なんかどっちも美味しいな。すごいリッチやった、キャレパンジュミさんは。いい表現やね。うん、向こうの方がなんか高級感、こっちはもうちょっとなんていうの、おなじみのって感じやな。うん、もっとよく食べてた日本の食パン。そのままこんな感じ。サンドイッチにめっちゃ良さそうやな。うんうんうん、ちょっと昔ながらの喫茶店のサンドイッチに使われてそうな。確かに。うん、おお、うんうん、重さ、うんうん、おいしい。え、そのままもめっちゃおいしいじゃん。おいしい。うんうん、え、めっちゃ美味しい。甘いな。うん、しかもあのこっちの食パンにある甘さじゃなくて。うん、皆さんこれちょっと知ってますか。そのペースト状のチョコなんですけど、多分アベックヘーゼルナッツにヌガーとミエルって書いてるから、蜂蜜と、うん、ヌガーちゃん。これをね、知り合いからいただいて、マシの誕生日プレゼントに、うん、こんなペースト。ただ、こうナッツが、ノアゼットがね、いい、入ってるんですよ。これはカロリー。カロリー爆弾。どう？
これはな、うん、何でも美味しくしちゃう魔法のソースやわ。ペーストじゃなくてソースな。ソースのイメージもうちょっとサラサラしてるんだけど、まあソースでもありですね。もう食パンのうまさももう奪っちゃう感じやもんな。チョコに持ってかれる。うん、麺持ってかれてる。美味しいけど。でもこれだけ食べたらめっちゃ甘いから、うん、何かにつけたってなるけど。きなこー。きなこパン。皆さん、きなこパン。まっ。揚げパンのきなこ味わかる？うん、わかる。そういう感じ？そんな感じ。柔らかいパンやな、久々。うん、おいしい。これがメロンパン。うん、あ、ほんまに普通のメロンパンやね。うん、香りは？うわぁ、懐かしい。うまぁ。めっちゃ懐かしい。懐かしい。もうまんまやな、中の柔らかさという。懐かしい。美味しいね。ぜひあのパリ在住の方は食べてみてください。もう日本を感じまくる。あ、でもね、すごいアクさんは、うん、めちゃくちゃ有名で、うん、もう何回もね、こっちのフランスに住んでる日本人の人とかに、あ、秋のパンは本当日本のパン懐かしい時はいいよって何回も知ってもらってて、うん、なんと初めて買った、うん、初めて買ったな。初めて行ったな。そう、もう僕ら全然全然トライしないんですよね。こういう方はなかなか高いかなとか言って来た当初は安さ重視の人生を送ってたので、うん、豊かさより安さみたいな。ごちそうさまでした。いいね。最高です。美味しかった。はい、ということで、食パンを食べたくなった方はぜひ買いに行ってみてください。ちょっとね、残りいっぱいあるから明日からサンドイッチ祭り、うん、もう一袋あるからな。いっぱい買っときました。うん、私たちが初体験の、秋でございました。いや、秋さん、パチ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 、秋さんは素晴らしい。最高。最高。それではご視聴ありがとうございました。オーバー、オーバー、アビアント、バイバイ。あ、見てマッシュ。ん？ここにも音楽団のやつある。あ、ほんまや。じゃあそれも一応撮影しとこうか。うん。うわ、え？今なんか撮られかけてた。多分カメラ持ってたから狙われたんちゃう。うわぁ、危なかった。まだこっちめっちゃ見てんな。あ、メタル来るで、あやちゃん行こう。こわ、中指立てられた。絶対撮影しようとして振り返ってなかったら撮られてたよな。いや、ほんまにそれ久々に怖かった。てか前もここで泥棒おったよな。そん時あるやんな、警備の人が教えてくれて助かったよな。ほんまいつもなんかに守られてる気がする。やんな、そのなんかに感謝せなな。うん、いつも何かから守ってくださりありがとうございます。